雨の東京千駄ヶ谷国立競技場です。メインポールの旗はかなり強くはためいていますが、グランドに降りてきますと風はそんなに強くはありません。冷え込みもさほど厳しくはありませんが、来年メキシコで行われますワールドカップサッカー、今日はそのアジア地区予選、日本対北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の試合をご覧いただきます。両チームの選手が今出てきました。日本はゴールキーパーがまだ日本代表戦としては負けを知りません、19番日本交換の松井です。そしてディフェンダーがスイーパーに読売クラブの加藤、ストッパーがヤマハの石上、そして右のディフェンダーが読売クラブの松木、左が同じく読売クラブの津波です。ミッドフィルダーは8番の西村ヤンマー、そして13番の宮内、古川電工、12番の水沼、日産自動車です。フォワードには10番の木村、日産自動車、そして14番の原、三菱、15番の柱谷、日産自動車、それぞれがポジションを少しずつ変えますから、場合によっては前の方に水沼が上がってくることも十分にあります。日本がシュートをすることができるキーパー、今度は北朝鮮が日本陣内へ、赤い方が北朝鮮です。ゴール前、キーパー正面でした。小さく繋いでフォワードに10番のキム・ジョンマン、日本13番は宮内です。に行ったのは石上、11番は金丹穂、ああいうボールどっちを取るかですね。はい、6番のキム・ヨンナム、キム・ヨンナムです。加藤戦が左右に展開している、中央に打つ、つなげない、あシュートももう一つ、よく跳ね返した、よく跳ね返しました。ボールを落として、はい、柱谷に腹を走らせてですね、でキープさせると、中央に上げた、早いでしょ、タイミングですがね。北朝鮮がセンタリングするか、ヘディングでクリア、そしてなかなかスピードがある北朝鮮、シュートのチャンスを迎えた、正面に送ったセンターフォワード、キム・ジョンマン、まだ北朝鮮チャンス、日本危ない、タックルで行きました。かろうじてクリアです。水の前、ここでいいですよ。宮内です。西村が上げた、ヘディングで行くか、シュート、ディフェンダーに当たったボール、西村です。あ、フリーだ、フリーです、シュートチャンス、フリーになった、フリーになった、シュート、日本に先制、原のシュート、前半の20分日本先制を挙げました。ここからこれが西村に当たるんですね。西村が前に送りました。もうここでフリーになる体勢、こう前に持ってきましたね。シュートしないで、落ち着いてましたね。これフランですとね、何でもないボールなんですね、はい、キーパーに取られちゃうボールなんですけども、あの水溜りのところでボール止まったのを原君がね、はい、よく、今度は北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の反撃です。小さく繋いでいる、西上クリア、ボールは宮内へ、宮内から木村へ、木村が前に送っている、前に走るのは原、原が走っていく、原が胸でトラップ、北朝鮮よく小さくクリアです。その時に誰もおりませんとオフサイドと言いまして、相手側のボールになります。北朝鮮チャンスです。当たりがありませんでしたが、今日はこのコンディションの中、北朝鮮の当たりはどうですか、予想してたのと比べて。フリーになる、危ない、北朝鮮は今度は前に一人います。あ、中央ですが日本ボール、
西村がクリアしました。さてこちらから蹴るのは水沼です。お、木村が来ました。水沼に声をかけただけ。どうでしょうか、ここは何らかのサインが出て誰かに合わせるというようなことになるんでしょうか。まともにと思いますけどね。加藤もいます。木村、うわ惜しい、あれを言ったんだ俺に残せというようなことだったんですね。そうですね、やはりあの相手は原君にどうしても釣られますからね、はい、ポジション的にも非常にうまいです。しかも安定感もありますね、はい、日本は木村が胸で合わせて、もう一度木村に返した。右に上がっていくのが水沼です。その水沼へ、うまい、水沼が走り込む、かろうじて逃れました。水沼とはああいう呼吸は合うんですけれども、これは日産の試合でもこのプレーはよく出るんですか。日本チャンスです。よし、逆に戻して木村、ああ滑った。守りに7人帰っています。いいボール上がりました。松井こう飛び出し、そして木村へ、前に割っているのは橋渡ですが、また北朝鮮いいボールが来た。西村のヘッド、センタリングを上げる、またパンチ、まだ北朝鮮チャンス、ダイレクトシュート。縦に送って松木のヘッド、そして水沼、水沼1人かばした。中央には原がいます。そして木村が走る、木村向こうへ走ります。攻め方としてはあれでいいんです。そして左に振りました、センターフォワードのキム・ジョンマンが、ここで中がマークですよ。飛び出した、松井よく飛び出しましたが腹を蹴られまして、ちょっと怒りましたね。アジアからワールドカップの予選に参加しておりますのが27カ国です。このうち西アジア、西南アジアがグループの1と2に分かれて入りました。そして東アジア、東南アジアがグループの3と4です。それぞれのグループがさらに A と B の小さなグループに分かれておりまして、この全体の中からアジアの代表として参加できるのは2カ国だけ。グループ1と2から1カ国、そして3と4から1カ国です。後半が始まりました。ね、逆に蹴らすよりも、はい、詰めて抜かれたって向こうは蹴れませんから、はい、下が悪いですから詰めた方がいいと思いますね。見ないで走ります。木村中央、小さく出した柱台、シュート、浮き上がった。いかに彼に前を向いてボールを持たせてやるかということが、はい、攻撃では一番大切だと思います。センターフォワードのキム・ジョンマンです。キム・ジョンマン小さくつないでいる北朝鮮、シュート、これゴール前のマークですよ。前3人上がってきました北朝鮮、松井が出ました。まだ北朝鮮チャンスです。オフサイドには水溜りがありましたが、今度は比較的コンディションのいい状態です。シュート、よく弾きました。元気です。ハンソニルのコーナーキックです。低いボールが渡った、ドングシュート、コーナーキック、今度は高く上げました。遠いところキャッチ、松井よく戻った、松井よく戻りました。津波から中央橋渡へ、橋渡が追う、橋渡が中央には水沼が待っている。1対3、宮内、かなり必要に行きます橋渡に。そうですよ、あそこ必要に行くんです。そして中央行った、木村ノーホイッスルです。やりにくいと思うんですよね。ところが前半はそれをやろうと思ないし、危ない、あーヒルキック危ない、あー
立たないように入ってきました。危ないな、これは。いいボールが行きました。シュートチャンス、北朝鮮、集中力が切れて、はい、ボールばっかり見るようになってるんですよね、日本がですか。ですから今度は水沼です。中央は橋渡が、そして手前には原がいます。後ろからフォローするのは木村ですが、水沼がエブルセンタリングを上げる。よし、原のシュート、原のボレーシュート、いやこれは完全に来たんですけどね、飛び上がった時の左足がちょっと滑った感じがしましたけどね。いや、あのね、すぐに反撃、北朝鮮の足が速い、オフサイド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 、歓声は上がっていますがオフサイド、木村、それは届きません。北朝鮮が展開、ハン・ヒョンイル中央に上げる、北朝鮮シュート、ダメ。これやっぱり攻めやすそうですね。あ、なるほどね、もう雨はほとんど上がりました。東京千駄ヶ谷の国立競技場、まもなく後半の25分を迎えます。木村から水の前、小さく送った原、水沼に合わせた、水沼がセンタリング、原のシュート、いやこういうの入れとかないとダメですよ。宮内ですか今のは、原くんでしょう、多分シュートしたのは、これはね原くんですね、原ですね、原です。今日このね重いグラウンドで初めてね攻撃が組み立った素晴らしいフィニッシュだったんですからね、はい、リー・ジョンマンが蹴りました。また上げた北朝鮮、このシュート、最後まで気を抜かずに、柱谷、柱谷です、中央は原が待っている、そしてフォローに来たのは平川、柱谷が破る、柱谷破る、原、あっと、フォローが西村が行きました、日本西村が行きました。まだまだ足は動きます日本の各選手、北朝鮮も厚い守り、あー小さい、まもなく8分、後半の38分、残りあと7分です。平川が突然転にしてこの位置にいます。平川が突進する、突進する、平川、平川スピードがある、シュート打つ、まだフォローしています、まだゴールライン割っていません、日本ボール、よく粘った日本ボールです。水沼から北朝鮮も持っています。今度は石上か、石上のヘディング、また日本ボールです。左平川です、新鋭の平川、スピードを見せるか、抜いたセンタリング、原が来る、よくクリアしました北朝鮮バックス、突破に王手です。北朝鮮も頑張ります。北朝鮮も2万の大観衆の応援を得て、いい形になっている、石上に絡むに、北朝鮮チャンス、左へ振ってきた、シュートを上げる、コーナーに逃れました日本、両チームの動き、いいボールが上がってきました。この後危ない、よし、今度は逆に水沼、北朝鮮ボール、ドリブルしちゃダメだ、危ない、よく防ぎました、津波、まだです、まだ北朝鮮チャンス、また時計に目が行きました、ジョージ・ジョセフレフリー、今ホイッスル、日本勝ちました、1対0北朝鮮を破りました。ついに守りきった日本、いやーよく踏ん張れましたね、いや素晴らしいゲームでした、守っていきました日本、
息が弾んでます。メインスタンドとそしてバックスタンドから惜しみない拍手。北朝鮮の選手もよく健闘しました。北朝鮮選手団にも大きな拍手です。いやー、それにしてもよく守りました。よく攻めましたが、日本が本当によく守りました。インタビューです。どうも大石さん、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。いや、やりましたね。本当苦しい試合だったんですけどね、よくまあ、最後までね、こう集中力が切れずにね、はい、体張ってよく頑張ってくれましたですね、はい。まあ、後半ね、もうあれだけ攻められるとね、ベンチにいてもいたたまれなかったんじゃないかと思うんですよね。本当にそうですね、うん、もうなんか胃がキリキリするような、ゲームだったですけども、まあ、とにかく勝ったということがやっぱりね、何よりのね、もうこのゲームの成果だと思いますし、そうですね、まあ、一次予選これで王手をかけたという、はい、ことが言えると思いますんでね、まあ、今日の一勝は本当に嬉しいし非常に良かったと思います、はいはい。前半終わったところでね、森さん後半へ向かって0対0のつもりでいくんだとおっしゃいましたけど、はい、立ち上がりからちょっとやっぱりこう立ち立ちとなるシーンありましたよね、まあ、相手は負けてるっていうことでね、非常にまあ積極的に傘にかかってきました、苦しい時間帯をやっぱり本当にこう頑張りで乗り切ってくれたと思うんですよね。まあ、今日は本当にそういう、はいはい、森さん、はい、カモです。どうもカモさんです。ちょっとお願いします。おめでとうございました。ありがとうございます。しかしよく頑張りましたね。そうですね、本当に頑張ったっていうことに尽きるんじゃないですかね。しかし大体思い通りの試合運びじゃなかったんですか。非常に前向きでいいゲームだったと思うんですが、まあちょっと苦しい時間帯がありましたけどね、気持ちの面でね、非常に消極的にならなかった最後までね。そうですね、そういう面でまあ、バックも下がりきるだけじゃなくて前に当たりに出るっていうようなね、そういうところが最後まであったから、まあ、なんとか1点をリードのままでね、ゲームを終えれたと思うんですけどね。おめでとうございました。ありがとうございます。次の試合ぜひ頑張ってください。はい、はい、いや、それと森さん、北朝鮮にですね勝ったっていうのは久しぶりじゃないですか。まあ、私が選手だ、あるいはそれ以降もちょっと記憶にはないんですけどね。はい、はい、まあ、いずれにしても朝鮮の場合は北朝鮮にしろ韓国にしろですね、日本とやる時のこの異常な闘志ですね、やっぱりそういうものをこう全部引き受けてやらなきゃならないというね。そうですね、そういう苦しさもあるんですね。まあ、非常によく鍛えられてる足腰のしっかりしたね、はい、選手チームですし、まあ、今日は試合前もね、やはりそういう彼らのエネルギッシュな、ね、サッカーっていうものに絶対負けちゃいかん と, 負けないと、まあ、そういうむしろ気持ちの面とか戦うんだというね、その辺がまず今日のゲームの一番のポイントだということで、はい、選手もそれにそれがないと勝てるわけないということでね、みんなまあそういう気持ちで臨んだ一勝だったと思いますね。あ、まあ、これで来月今度は平壌ですか。はい、決めたいですね。そうですね、はい、ぜひ次のゲームで決めて、まあ、最後のシンガポールの試合はね、少しこう楽な気持ちでゲームをやりたいと思いますけども。もう本当に今日寒い中で選手も本当ご苦労さんだと思います。おめでとうございました。はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。森監督にお話を伺いました。放送席どうぞ。